モブヨシケがノルマンディを取っているぞ。ゼノ、これは引き返せなくなるぞ。これはまあ取ってるとは思ってないでしょうね、さすがに。このスピードでノルマンディ今まで取っているようなリーグ戦ってやっぱりあまりないので、はい、いやこれは見れてないですね。タク選手、しかも人数も少ないと思ってるんじゃないですか。少ないと思っている。1人2人、いやーモブ八郎が取っていく。はい、フルパいます。そして海岸を使って入ってくるのは祝祭。これも多分人数少ない読みですよね。はい、いやーフルパいます。ジーニアスエルマが落とされた。面白いことになってますね、これ今回。モブヨシ、レイゴン、覚醒キル持っていく。なんと2チームがと、もうひたすら逃げるしかない。はい、ガソリンは残りは4割程度。いや、タンクも来ている。タンクも来ている。これは逃げ切れないか。いや、でも、あの、逆に常人組これカバー来てますよ。3名になってます。はい。気づけてんのかな？気づけてないぞ、これ。これ、アローズ側が逆に気づけていないか。3対2。多分気づけてない。後ろからの発砲、ロアが1枚持っていく。いやー、一気に発砲していく。うん、ただ抜き切れない。さあ、リジェクトも入ってきた。リジェクトも入ってくる。ギルの車両追われてしまう。ニノが取っていく。ニノ選手のポジション最強ですよね、これ。ガソリンがない。スプリットの判断ですね、悪くない。もう一人一人を下ろしていく判断、小屋を取る判断です。魔のトライアングルできました、はい。リジェクトトライアングルですよ、これ。さあ、そして信号は寄りました。ただ取れる場所がほぼない。ホーネットがキルを取っているか。そうです、ホーネットここめちゃくちゃキル稼ぎますよ。はい。さらに団子も取ってる。団子も取っている。団子またリジェクト、竹本も落とした。さあ、目で見えない。見えないですね。見えない、中が見えない。フリーズが返していく。ここに4枚のダウンタイ。 BD は、いやー BD が落ちた。ゼノ、いやこれは3キルリジェクトが取ったか。いや多分666とかかな。96多分入れてないんだよね。はい、追いつけていませんでした、キーログ。さあ、今日。まだ2名いるんですよ、ここ。はい。さあ、戦国ゲーミング、家に帰るリンセブン、動き出す、アギョドの1対1。どちらかせ、いや、グレネード当たっている。ここの1対1、勝ち切っていくのは、リンセブン。さあ、ただそれを取ったのは、ホーネット、団子。いいですね。しかし、まあ、ゼノが取ったポジション、かろうじて寄ってくれてるんですけども、ガインがおっと、はい、ニノ。いやー、ニノが落としていく。サイサンボーグのキル速、多分 2名で多分フォーカスですね、これ。はい、祝祭流せるか。祝祭入っていく。さあ、祝祭が666に突っ込む。お互いにぶつかった。一日交換、一日交換ですね。はい、3、2交換だ。さあ、団子が落とされる。祝祭残り2枚、666、2枚だが、オネット1枚、リジェクトも1枚、フリーズが残っている。フリーズ、フリーズ、祝祭ピアノ落とした。 いや、666、2名生存、211。いや、まだ分かんないですよ、さらにホーネットもいるんで。はい、いや、ただここは勝ち切った。さあ、ペンチャ残り1名、うん、チームキル数は13。いや、でもフリーズ選手が本当いい働きしてましたよね、ずっと。さあ、そのまま666が初戦取り切っていきました、ジジイ。ここ月下は初動、まあ、関門の北側での、竹本とモブアの車取りバトル。はい、どちらが勝つ。竹本に部がありおワンチャン。ここはロードキルはされないか。武器持たれてた、死ぬぞ、はい、本当に。おい、さあ、危ねえな、お前。湧いてたら終わってましたね、竹本選手。マジ危ねえことすんじゃん、はい、お前。いや、これすごいことなってんのは月下の方ですね。月下、東方抜群。関門で。関門の北側。武器持ってないですよ、清選手。清、なんとか持ったが、ゴルクマ。決めるか。いやー、マーク5でしたが、レイパンダがしっかり落とし切っていく。今回は月下が押されている。そのまま取り切ったのは、東抜群。5枚生存。ミニゲ耐えている。グレネード投擲していく。間から落としていく。怖いっすね、でも隣のマンション。はい、隣にもいますよ、ミニゲ。大丈夫か。いや、ここも落としていく。そしてもう1枚持っていく。3枚目。もうカバーとかいらないっすね、こいつ。3枚目です。ギルを1人で潰していくのか。残りは1枚。マーチンのみ、マーチン、アビのみですね。マーチンとアビ、マーク入ってるんでいきますね、はい、残り2人。ガンガンいくじゃないですか。やばいね。さあ、全然カバー来ないもん。はい、どういうこと。カバー行かないっすね、誰も来ないやん、カバー。やばいって。さあ、ギルマーチン、グレネードダメージもらっている。いや、そのままガインが飛ばした。残りアビ1名。ミニゲートつってくるでしょう。さあ、一気に上がっていく。仕掛ける。5秒ですね、倒しました、はい、最後アビ。今かな、打ってる。今かな、抜けるタイミング。打てるか、打ちたいな。打てるか、
打ちたいな。打ちたいが、打ちたいがまだ我慢のタイミング。ローが近づいてくる。これは抜けるタイミング。抜いていく。そして2枚目は取り切れない。ただ体力は削った。グレありますから。グレネード、ハリボーのカバーもあります。ただこの後そうですよね、ハリボーのセアはポジションを変えて離脱。18番隊家に帰るも動いた。正直行きたいですけど、クワッシュはまだ動かず。はい、いやー、いけるか。キル数が欲しい。まだ5キル。家に帰るピモセブンです。残りは家に帰るは4名がダウンの状況。そのまま落ちた。戦国ゲーミングが取り切っていきます。戦国ゲーミング残り2名生存、17キル。さあクワッシュいけるか。そうですね、2対5ってこと分かったんで、はい、いきますよね。そりゃちょっと遅れはしましたが、前もクイーン一緒に出たんですけど、こういう時にやっぱり上げれるってこと大事だねって話したんですけども、はい、やっぱり強気の姿勢やっぱり重要なんで、はい、ちょっとまだまだチーム的にもできてないですね、僕含めて、はい、さあ信号の収縮30秒。そのまま行く先にはカピバラがいる。その車両、いやー、シメジが抜いていく。1枚取っていく。確定キルは入れられません。そのままクワッシュが今シーズン初 KO。 ジジーギガンティスで討伐。いや、討伐軍結果もう行くところが同じなんでね、車取るところも同じ。最速降りで目の前 MP、はい、落とせるか。落としていく。まずは1枚、まずは1枚、もう1枚いるし、上から 2on1 作って詰めていきたいってとこかな。うん、いやー、ギルレオポン芝刈り機ガボ落としていく。おお、2枚抜き。いやー、ヤンバルが2枚レオポンとナオキングを落としていく。いやー、これは確定ギル入るか。信号の収縮開始。いや、モブヨシキが先に中に入っていく判断でしょうか。おお、いやー、ギルキス。いや、2枚持っていく。そして3枚目は厳しいか。さあ、アキホグレネの投擲から見えている。ダメージ与えていく、アインに対して。これはちょっと耐えきれないか。車を大きく宙を舞ったトイプの車両。2階にそのまま登っていくトイプ。把握できてるかな、トイプがいるって。ハリボーがフリーズ落としていく。おっと、いやー、スリーダウン。これは苦しくなった。リジェクト、ちょっと運の悪いおきゅうでしたね、はい、結構リジェクトが有利に進めてたんですよ、はい、盤面も。さあ、アポステル666からの車線もあります。そうですね、めちゃくちゃキル取ってますね、はい、666は上から。そのままリジェクト、ヒヨが1対1、勝ち切っていく。ロートの1対1です。ただフローラ、トリチャ、アキオとの1対1、体力的にはアキオが有利。戦国ゲーミングも介入。さあ、アキオ、トリチャを落としていく。残りはアキオ1名生存。残り1名も取り切って、ハリボートの1対1制しました。さあ、車を回し続ける。さあ、祝祭人数圧倒的有利。ロードキルできない、高見。そのまま、落とされていく。残りは騎士1名生存。騎士も落としていくが、クワッシュが2位まで伸ばしている。伸ばしてますね、副総長。しかし祝祭は5枚生産で圧倒的有利、はい、1もバレてます。そのまま取り切って祝祭が KO。 ジジー、さあ結果の方大丈夫でしょうか。それでは結果の方が出ております。はい、ピリオード1発目1周目、はい、今年どこが1位か、どうぞ。祝祭が1位。まあ、キル数がもう27キル、うん、多いですね。一番多いということで45、はい、45ポイント1位。そして2位が666、3位が戦国、はい、4位ホーネットとなっておりますね。